兼近は犯罪者のになんで WBC の開催やってるんですか？なんかあるんでしょあの人。売春の斡旋とかやってた、強盗とか入ったバックグラウンドがあるのに、あんなにゴリ押されてるの絶対、だって、あの人がめちゃめちゃおもろいとかめちゃめちゃイケメンとか、プラスの要素があればいいけど、別にそこまでイケメン、そこまでっていうか別にイケメンでもないし、まあ、面白くはないよ、全然。全然面白い人じゃないじゃん、あの人。なのにあんなにゴリ押されるのは、すごい、権力というか、なんかその、コネがあるんだと思うよ。しかも、今こういうネットでこんだけ騒がれてるのに、大抜擢されてるわけじゃん。そういう風にさ、そういう悪い噂が立った時点で、本当はさ、スポンサーとかついてるテレビ局とかは、真実関係なく切るのが普通なの。でも切られないってことは、裏がある。兼近ファンを怒らせた。兼近ファンなんていないから。兼近をゴリ押ししてるだけで、兼近ファンなんて偶像、いません。面白くもないし、格好良くもないのに、ファンがいるわけないじゃん。